おはようございます。本日は2022年3月の5日土曜日です。3月といっても東京や埼玉はまだまだ寒い日が続いておりますが、今回迎えますのは温暖で毎年春を叫ばしりがちな伊豆、その中でも伊豆大島です。伊豆大島までは東京から船で向かおうとするとなかなか値段の張るものです。しかし青春18切符と組み合わせることで非常に安く伊豆大島まで行くことができます。先ほど熱海駅で乗り換えまして、今乗っているのは黒船電車という列車なわけですが、この見た目の割に特急ではなく無料で乗れるっていうんだから驚きです。熱海駅から伊東駅までの乗車時間は約20分です。しかしこの趣深い内装ですから、できることなら30分以上乗っていたいのですが、時の流れは残酷です。あっという間に JR 伊東駅まで到着しました。ここ伊東駅に来るのは初めてですが、やはり温泉の街というのは一目見ればわかるものです。昭和の観光地の雰囲気がまたいい味を出しています。今向かっているのはジェット船が出発する港、伊東港です。本日は行きも帰りも東海汽船のジェット船に乗って島まで往復する予定です。ところがここに来るまでの間、東海汽船の方からお電話をいただきまして、本日は海の調子が良くないので、もしかしたら帰りのジェット船が欠航になるかもしれないとの連絡を受けました。欠航かと思ったんですが、よくよく話を聞いてみると、もし帰りのジェット船が欠航となった場合は今日帰れないということはなく、ジェット船の代わりに2時間早く出発する大型のサルビア丸に振り替えという形になるのだそうです。帰りのジェット船が欠航となるかどうかについては本日の12時頃にならないとわからないとのことですが、もしジェット船が欠航でもサルビア丸に乗ることはできるので、今日キャンセルすることはせず島へ行くことを決意したのでした。東海汽船の所有するこちらのジェット船は2階建てでして、私の席は1階に指定がされていました。席の数の割にはそんなに混んでないみたいですね。多分夏とかのピーク時にはもっといっぱいいるんでしょうけど。そして船の中の窓から見てもわからないと思うのですが、なんと船は海から浮いています。海から浮いていますので波の影響を受けることが少なく、したがってかなりのスピードで走ることができます。さて窓から大森山が見えています。伊豆半島が流れ去るのを見るのも大変面白いものです。この辺りまで来るとちょっと波が荒っぽくなってきたような気がします。しかし先ほども言いましたが、このジェット船はこんな荒波ももろともせず時速80キロ凄まじい速さで進んでいきますので、伊豆大島までは30分ほどで着いてしまいます。さあ着きました。日本列島の本州以外の島に足を踏み入れるのは人生初の出来事です。島についてまず向かうのは椿花ガーデンです。伊豆大島では2月上旬から4月にかけて椿祭りというのが島を挙げて行われています。この椿祭りを見るというのが島に来た一番の目的なのです。この辺りは普通の道路といえば道路なのですが、道路の周辺の民家や自然の様子などを見ていると、やはり島に来たんだなぁと実感が湧いてくるものです。椿花ガーデンに到着するまでの道でも赤いワンポイントで椿の花を見かけることがあります。つまりそれだけこの伊豆大島で椿の量が豊富だということです。さあ着きました椿花ガーデンです。公園に入る前に牛乳せんべいを買っていくことにしました。ここのお店の方がかなり優しい方でして、通常8個入りのまとめ買いしかできないところ3個のバラ売りで売ってくれたり、そうかと思ったら買った後に焼きたてのがあるからこっちも食べてきなと差し出してくれたりと相当よくしていただきました。誠にありがとうございます。そして公園の中に入っていくと、本気を出した椿の花がこちらに向けて顔を向けてくれています。青空の下で日の光を受ける椿の花を見れば嫌なことも忘れます。まあ、特に嫌なことなんてないんですが、いやーこれなら特に素晴らしい。まあ、こういう普通の赤い椿もいいんですが、ピンク色の椿もあったり、あとは白い椿もあったりしますので見てて全然飽きません。椿以外にも河津桜や大島桜など様々な植物も見ることができます。そして公園の一番奥に進んでいくと広い海が見渡せるかなり大きな広場がありました。そのすぐ近くに大きな展望台があったので広場はすぐ後にしてまずはそちらに向かうことにしました。奥にはカメリア空港というちっちゃい空港も見ることができました。さっきの広場の方に目を入れますと結構人が集まってきて、広い芝生の上で皆さん体を大の字にして寝そべっているのが見えました。
私もそれを見てつい羨ましくなったので、皆さん同様何気兼ねなく寝そべってみることにしました。別に埼玉とかの公園でもできるといえばできますが、やはり島の開放的な空気に飲み込まれたということでしょうか。上を見上げるとどこまでも青い空が広がっています。ゴーカートで走れる場所もあるようです。こちらは何の動物か分かりませんが、リスの一種ですかね。手がハムスターのように5本指あるのが見ていて可愛らしく感じます。この椿花ガーデンには40分ほど滞在しました。公園の広さ自体はものすごい広いというわけではないので、40分もあればこのように花を一つ一つじっくり見たり、軽くであれば触ったりすることもできるので、心ゆくまで自然に触れるという体験をしました。椿花ガーデンの楽しみ方は椿を見るということだけにとどまりません。公園の奥の方に進んでいくとウサギの森という場所がありまして、直接ウサギに触れるということはできないんですが、ウサギが自由に動き回っている様子を見て楽しむことができます。確かいくらかお金を払えばウサギに餌をやることもできるんだそうです。今回はお金がもったいなかったので餌を買うことはできませんでしたが、ウサギがウサギ同士で触れ合っているのを見るだけでも十分面白く、ウサギの純真な心に触れるような気がして微笑ましい気分になっていきます。だいたい約 3,40 分ほど滞在し、次の目的地へ行くためのバス停へ向かいます。近くのバス停までは意外にも結構な距離があります。だいたい 1.5 キロぐらいありますので、それなりに長い道のりを歩いていきます。伊豆大島ではその日船が島のどの港から出発するかによってバスの時刻表も変わってしまいますので、船の運航状況にも気をつけなければなりません。ここからバスで15分ほど移動します。向かう先は東京都立大島公園です。バスはこれまで歩いてきた道に沿って進み、一度岡田港まで戻ります。岡田港は当然港ですので島の玄関口としての雰囲気はありますが、この近くに何か観光地があるというわけではありませんので、どこか見に行こうとするとバスで行くことになります。ところどころトンネルを挟みつつも海岸を左手に進んでいくと大島公園に到着します。黄色いバスが旅情をかき立ててくれます。こちらはさっきの椿花ガーデンと比べるとあんまり人はいないようですね。大島公園独占というわけです。広さはさっきの公園の2倍くらいでしょうか。みかんの木もあるようです。ところで先ほど本日の帰りのジェット船がもしかしたら欠航になるかもしれないとお話ししましたが、実際に東海汽船の方からまたお電話をいただきまして、本日はやはり欠航になるとのことでした。そのため帰りはジェット船ではなく出発時間の早いサルビア丸で帰ることになります。14時半に岡田港を出発ということですので、公園の滞在時間も大幅に短くなることになります。右も左も全て椿に囲まれています。滞在時間は短くなりましたが、15分20分くらいいるのがちょうどいいような気がします。それだけあれば公園を一周することができますし、ゆっくりと写真を撮って回ることもできます。約20分ほど公園にいるとちょうどいいバスが来ますので、それに乗って帰ることにしました。昼食といっても少々遅いですが、お食事はウツボ丼をいただくことにしました。岡田港の目の前にある昔ながらのお食事屋さんです。さて帰りのサルビア丸ですが、まさかこんなに大きいと思ってもいませんでした。ジェット船とは比べようにもありません。船に入るとこのように制服を着た乗務員さんたちがお出迎えしてくれました。やっぱり大型船の船の中はこんな感じなんですね。少し歩くと自分のベッドがすぐ見つかりました。一旦荷物を置いてデッキへ向かいます。船の中に普通にエレベーターがあるっていうんだから驚きです。この階段を登っていくとおそらく船の中で一番高いところにたどり着きます。この時まだ船は出発していなかったのですが、それでも風を感じられて爽快です。そろそろ出発の時間になったので、船の一番後ろ港が見えるところになってきました。他の観光客も名残惜しいためか惜しげもなく写真を撮っているようでした。海を見てみると一見してそれほど大きな波が立っているには思えません。それでもジェット船は欠航になってしまったというわけですから、船を動かすというのはこの時代にあってもそもそも簡単なことではなく、しかし裏を返せば大変価値のあることだと改めて実感することができました。
10時に着いてたったの4時間半しか滞在することはできませんでしたが、それでも人生初めての島の体験はとても良い思い出になりました。あとやらなければいけないのはただ船に乗ることだけです。今回の振り替え乗船で指定されたのは特に当席です。事務用のベッドがあるなかなか悪くない席です。到着するまではかなりの時間がありますので、もう一度自分のベッドに戻ってしっかりと休憩を取ることにしました。この通路の感じもなかなかいいんですよね。休憩用の椅子も備わっているようです。再び自分のベッドに戻ってきました。そしてこの上の段が自分のベッドなわけですが、充電設備もあり、またカーテンを閉めればプライベートな空間を確保できますので、安心して休むことができます。しっかり寝て 3,40 分ほど休憩した後、もう一度海の風に当たりたくなりました。ただ目的があるわけでもなく、のんびりと海を見ていたのですが、遠くの方に貨物船を確認することができました。結構いろんな船が走ってるようですね。この夕日を背景に運航している船を見るというのは、まるで映画を見ているかのようでして、なかなか絵になるものです。ところでこの船の行き先をまだご紹介していませんでした。この船は東京行きの便ですが、途中横浜でも降りることができます。どちらにしようか迷ったんですが、東京行きを選択した場合、到着が夜の8時頃になってしまいます。これではかなり遅いですので、今回は途中横浜で降りることにしたのでした。だいたい6時過ぎの到着となります。この地図を見るともうかなり横浜に接近しているようですが、この辺りではかなりスピードを落とした運航が法律によって定められているとのことでした。あれは多分さっき見た貨物船じゃないでしょうか。貨物船が夕日を隠そうとしています。あの貨物船よりも私の乗っているサラビア丸の方が幾分かスピードが速いですので、その分夕日が隠れてしまうのも早く感じられることでしょう。夕日は一度ピカリと大きく光ってついに隠れてしまいました。煙がもくもくと出ている様子を眺め去るうちに、あっという間にサルビア丸は貨物船を追い抜いてしまいました。船はゆっくりと、しかし着実に横浜港へ近づいていきます。ついに横浜ベイブリッジをくぐり抜けるところまで来ました。時間はちょうど黄昏時です。完全には暗くないけれども、街の明かりがビガビガ光っていますので、夜景ならぬ夕景とでも言いましょうか。大変美しい景色が目の前に繰り広げられています。ただ今見えている横浜の夜景、この景色はもちろん美しいんですけれども、船から見ようが地上から見ようが基本的に大きく変わりません。しかし安心できる明かりということは間違いありません。船に乗るのは電車みたいに途中下車ができない分、なかなか勇気のいることですから、目的地に着いた時の安心感はひときわです。今回はまさに災い転じて福となす、その典型的な例となりました。しかし初めては誰でも一度きりです。二度目の感動は絶対に初めて上回りません。それが分かっていただけに、今回はその初めての体験を心ゆくまで堪能し、新鮮な気分と高揚感が落ち着かないまま家路に着くことになったのでした。ご視聴ありがとうございました。